日本の地方都市町の様子を想像しながら2人の会話を聞いてください小林さん、ご出身はどちらですか生まれたのは東京なんですが父の仕事の関係で3歳の時に新潟市に引っ越しましたそうですか新潟って行ったことないんですけどどんなところですかななかなかいいところですよ。 町の中を二つの大きな川がゆったりと流れているんです夏になると川で花火大会があってそれを見るのが楽しみでしたそうですか新潟市は確か日本海に面していますねええ新潟港っていう大きな港があります長い歴史のある港なんですよそうですかでご両親は今も新潟にいえ 新潟には5年ほどいてその後松本に移りました松本っていうと長野県ですよねええ2 0 0 0ル以上の山に囲まれた町です町の中心に松本城っていうお城があってとても落ち着いた感じの町ですよ夏は涼しいしでも冬は寒いんじゃないですかええ冬はかなり寒いですね でも、スキーとかスケートとか楽しみもいろいろあるんですよそれに近くに温泉もたくさんあって家族でよく行ったもんですそうですかそれはいい思い出ですね問題新潟と松本の町の様子を表した絵を ABCD から選んでください。 問題1-2次の ABCD は、新潟と松本について説明しています。話の内容と合っているものに丸。違っているものに×をつけてください A 新潟は日本海に面しています B 新潟は 町の中心にお城があります <C> 松本は山に囲まれています <D> 松本は町の中を2つの大きな川が流れています問題1の2次の ABC。B C D は、新潟と松本について説明しています。話の内容と合っているものに丸。違っているものに×をつけてください。A、新潟は日本海に面しています。B、新潟は町の中心にお城があります。C、 松本は山に囲まれています。D. 松本は町の中を二つの大きな川が流れています。十二。日本の地方都市。町の様子を想像しながら二人の会話を聞いてください。 小林さん、ご出身はどちらですか生まれたのは東京なんですが父の仕事の関係で3歳の時に新潟市に引っ越しましたそうですか新潟って行ったことないんですけどどんなところですかなかなかいいところですよ町の中を2つの大きな川がゆったりと流れているんです夏になると川で花火大会があって それを見るのが楽しみでしたそうですか新潟市は確か日本海に面していますねええ新潟港っていう大きな港があります長い歴史のある港なんですよそうですかでご両親は今も新潟にいえ新潟には5年ほどいてその後松本に移りました松本っていうと 長野県ですよねええ2 0 0 0メートル以上の山に囲まれた町です町の中心に松本城っていうお城があってとても落ち着いた感じの町ですよ夏は涼しいしでも冬は寒いんじゃないですかええ、冬はかなり寒いですねでもスキーとかスケートとか楽しみもいろいろあるんですよ それに近くに温泉もたくさんあって、家族でよく行ったもんです。そうですか。それはいい思い出ですね。十二日本の地方都市街の様子を想像しながら、 二人の会話を聞いてください。小林さん、ご出身はどちらですか生まれたのは東京なんですが、父の仕事の関係で3歳の時に新潟市に引っ越しました。そうですか。新潟って行ったことないんですけど、どんなところですかなかなかいいところですよ。街の中を二つの大きな川がゆったりと流れているんです。夏になると、 川で花火大会があってそれを見るのが楽しみでしたそうですか新潟市は確か日本海に面していますねええ新潟港っていう大きな港があります長い歴史のある港なんですよそうですかでご両親は今も新潟にいえ新潟には5年ほどいてその後松本に移りました 松本って言うと長野県ですよねええ。2000メートル以上の山に囲まれた町です。町の中心に松本城っていうお城があって、とても落ち着いた感じの町ですよ。夏は涼しいし。でも冬は寒いんじゃないですかええ。冬はかなり寒いですね。でもスキーとかスケートとか楽しみもいろいろあるんですよ。 それに近くに温泉もたくさんあって家族でよく行ったもんですそうですかそれはいい思い出ですね。